新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言の対象が静岡県を含むすべての都道府県に広がりました静岡県は今日午後2時に対策本部の会議を開き具体的にどういった要請や指示を出すか検討します4月7日に宣言した緊急事態措置を実施すべき区域を7都府県から全都道府県に拡大することといたします 緊急事態宣言はこれまで東京や大阪など7都府県が対象でした。政府では感染拡大に歯止めをかけるには全国一斉の取り組みが必要と判断し、静岡県を含め地域を拡大しました。対象期間は来月6日までとしています。ゴールデンウィークにおける人の移動を最小化する観点から、全都道府県を緊急事態措置の対象と、 また、政府は緊急経済対策としてこれまでの案を撤回し現金10万円を一律に支給する方針を固めました。